浮釣り木は、青い海地美族の常緑低木。ブラジル県産。釣り下げたランタンに見立てられる赤と黄色のコントラストが、鮮やかな花を咲かせ、温室栽培や、鉢植え地植えの庭木として観賞用に栽培される。園芸においては、チロリアンランプとも呼ばれる。ルイバンホーテ編、ヨーロッパの植物の図版野生では、樹高約1.5メートル。 ただし品種や環境により自立する低木から、ほぼ平伏するものまで様々である。枝は細くて表皮は硬い。葉は、長さ5から11センチメートル、五生して卓葉があり、ハート形長皮心型で、先端は鋭角に尖り、円には不揃いな巨子を持つ。花は、溶液から細長い花柄を伸ばし下水する。花弁の一部にも見える栓石色,色の部分は、実際には、 額で5両のある筒状で、橋は5つに裂ける。その額の中から5枚の青毛色の花びらが覗き、額とのコントラストが美しい。家計は3センチメートルほど。さらに、花弁の中心からは赤紫色からノースミレ色のおしべが突出する。花は十分に温暖な環境ならば通年見られるが、やや気温の下がる地域では春から秋にかけてとなる。 ブラジル原産で、現在は、世界の熱帯、亜熱帯に広く分布。日当たりの良い場所か、明るい日陰、水はけの良い土壌を好む。観賞用に栽培される。熱帯原産の植物なので温室栽培が基本で、あるが、比較的体感性もあり、日本でも関東南部異性では、路地植えが可能。春から秋にかけての比較的長い期間。 特徴的な花を楽しむことができる。低温域や強い構想、積雪のある地域では鉢植えに仕立て、陶器の実屋内に取り込むと良い。幹や枝は細く大きく成長したものでは、支柱が必要となる。支柱を用いることで生垣などに仕立てることも可能である。禁煙種のアブチロンミレリュウキツリボクの花に比べて、額が暗赤色で花びらに脈が入る違いがある。 アブチロンヒブリズムの一種ケンティッシュベルは妙、ウキツリボクは細い花柄からぶら下がった花が宙に浮いているように見えることから。園芸植物としてはチロリアンランプの故障もある。英名はトレーディングアビュートロン、原産地からブラジリアンアビュートロンなど。赤と黄色の花を透日に見立てたチャイニーズランタンの故障もあるが、これは 症状化やアブチロン族の園芸品種群の花も含んだ故障のため注意を要する。ありがとうございます。